どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。今日はマーケティングについてお伝えします。ビジネスがうまくいくかどうかは、個人の仕事も会社の仕事もマーケティングがうまくできるかにかかっています。実際僕も独立してから一度も営業することなく、売り込みに行くことなく仕事ができているのはマーケティングのおかげです。僕の職業、ウェブコンサルタントということで分かりやすく記載していますが、実際やってることはウェブ以外も含めてマーケティングの仕事をしています。ですので今日はマーケティングとは何かできると何がいいのか、マーケティングの手法、具体例についてお伝えします。このチャンネルではビジネスに役立つ情報、 SNS やオンラインの活用方法についてお伝えしています。ウェブを上手に活用してビジネスを伸ばしていきたい方はチャンネル登録しておくと情報が届きますのでよろしくお願いします。まずマーケティングとはそもそも何かについてお伝えします。マーケティングという言葉は実際よく聞くと思いますが、どうでしょうか。その意味ってパッと答えられる人っていうのはそんなに多くないんじゃないかなと思います。これ実際マーケティングというのは言ってる人によって定義が若干異なります。例えばマーケティングの第一人者のコトラはこう言っています。ニーズに応えて利益を上げること、そして経営の神様と言われているドラッカーは販売を不要にすることと言っています。まあ、ものすごく簡単に言うと、マーケティングとはセールスをしないでも自然と売れると覚えておくといいでしょう。ではマーケティングができると何がいいのかというところなんですけれども、集客と売上の悩みから解放されるということです。まあ、僕も実際いろんな方をコンサルティングしているんですが、皆さんの悩みそれぞれいろいろあるんですが、結局のところこの集客と売上、この2つに尽きるんじゃないのかなと思います。マーケティングがうまくできるとお客さんを集めなくても自然と集まるようになる、自分から売り込みをしなくても良い、売上が安定する、そういったメリットがあります。みんな売り込みはしたくないんですね。なぜかというと心理的なハードルが高いとか、みんなに嫌われてしまうから。でも売り上げが立たないとみんな焦って売り込みに走ってしまうわけです。その結果どうなるか、お客さんや知り合いに距離を取られてしまったり、嫌われてしまったりとか、売り上げが立たなくて悩んだりするわけです。でもマーケティングがしっかりできるようになれば悩むことはなくなります。具体的なやり方をお伝えしていきます。今日お伝えするのはマーケティングの中でも基本中の基本と言われる 3C 分析についてお伝えします。 3C 分析とは簡単に言うと、お客さん、競合、自分、この3つを分析することになります。 3C 分析ができると自分の事業の方向性をどうしたらいいかというのが見えるようになります。結果的にこちらが売り込まなくても勝手に売れていくということができるようになるわけです。ではまずお客さんと市場について見ていきます。まあ、ここで見ていくのは市場規模であったりとか市場の動向を見ていきます。市場規模というとなんか難しそうな言葉に聞こえるかもしれないんですが、簡単に言うとお客様何人いるのということで、例えば全国で見込みになるお客様が10人しかいないような市場、極端な例ですけど、そういった市場の場合はいくらあなたのサービスが良くても売り上げが立たないわけです。でも1万人の見込みのお客様がいる市場でやれば可能性は1000倍に膨れ上がるということで、お客さん多いのか少ないのかというのがまず市場規模です。そして市場の動向も見ていきます。例えばこれから伸びていく成長市場なのか、それともどんどん廃れていく衰退市場なのかによってもあなたの今後の可能性というのは変わってきます。もちろん伸びている市場やトレンドの市場でやった方がチャンスは大きいです。でも衰退市場だからダメということではなくて、この衰退市場の中でもちゃんとポジションを取ればできる方法なんかもあります。はい、まあ、この市場規模とかを比較的大きな視点で見るということになるんですけども、大きな視点以外にも小さな視点で見ることも大事です。小さな視点というのは何かというと、それはお客様の動向をそれぞれ見ていくということです。お客様のニーズやお客様の行動、こういった小さな視点を見ていくということも大事です。マーケティングで言うとミクロ、マクロという言葉を聞いたことある方いるかもしれないんですけども、大きな視点のマクロ、小さな視点のミクロということで見ていきます。では次の C、競合について見ていきます。競合が多いのか少ないのか、強いのか弱いのか、それによってあなたの戦略も変わっていきますので、競合を見るということはとても大切です。ではどんなポイントを見ればいいかなんですけども、2つの視点で実際に出ている結果とその結果が出た理由について見ていきます。例えば個人で仕事をしている人に置き換えて考えると、それをやっている人はどんな人がいるか、売れている人はどんな人で、どれぐらいの売上規模があるだろうか、どんな価格でやっているのかというのを見ます。そしてその結果が実際にどういった理由で出ているかというのも分析していきます。集客はどのように、どれぐらいの頻度でやっているのか、その人のポジショニングはどういうポジショニングを取っているのか、セールスの販売ページはどのようになっているか、そんなところを見ていきます。まあ、セールスのプロセスというのは、まあ、セールスページを見るのも大事ですし、まあ、大体の人がメルマガや LINE をやっていますので、それを実際撮ってみるといいです。撮ってみると大体こういうストーリーでセールスをかけるなというのが分析できます。
最後に自分自社を見ていきます。どんなところを見ていけばいいかというと、自分の強みと弱み、そしてお客様からどう評価を得ているかというところを見ていきます。最終的には今お伝えした 3C 分析をして方向性を決めていくということをしていきます。と言ってもなかなかイメージがしにくいところもあると思いますので、具体例をお伝えします。この動画が YouTube ということで、 YouTube のチャンネル運営という視点でこの 3C 分析をやってみます。まずカスタマー、顧客、市場規模を見ていくというところなんですが、あなたが運営したいジャンル、あなたのやっているビジネスのまずは YouTube での市場規模を見ます。あなたの仕事を検索をすると再生回数が出てきます。例えば僕だったらウェブマーケティング、ウェブ集客と検索すると再生回数がだいたい何回ぐらいかというのが1ページ目の動画でわかります。これは検索するワードによって全然回数が違うんですね。例えばウェブマーケティングとかウェブ集客ってあんまり再生回数高くないです。つまり市場規模が小さいということです。でも仮にじゃあ占いと検索してみましょう。検索するともう何万とか何十万とか再生されている動画がたくさん出てきます。そうするとウェブマーケティングよりも占いの方が市場規模は大きいんだなということがわかります。これがカスタマーというところの C です。では競合調査をしていきます。競合調査というのは、例えば僕だったら他にウェブマーケティングの発信をしている人がチャンネル登録者数がどれぐらいいるのか、どういった動画を出しているのかというのを見ていきます。さっきの占いの例だったら、他の占い師さんがどれぐらいのチャンネル登録者数でどういった動画を出しているかというところを見ていきます。まあ、同じような仕事をしていても出す動画によって再生の伸びというのも変わってきます。なので競合を分析するとヒットする動画もわかります。またヒットする動画が自分が出してももっといいものを作れるかというのも踏まえて、最終的には自分が出す動画を決めていきます。例えばゲーム実況のチャンネルをやろうと思った時に、競合はもう何十万とか登録者がいるチャンネルがわんさかいるわけです。そして競合は動画のどんな題材が多いのか、タイトルの付け方はどうなのか、サムネイルの付け方はどうなのか、編集方法、概要欄の書き方、そして、まあ、この動画を見てる方は YouTube をビジネスにつなげていくという方が多いので、じゃあそこからビジネスにつなげていくために競合の人はどんなサービスをやってるのか、そのサービスにつなげていくための動線はどういうふうにしているのかというところまで分析をしていきます。最後に自分ですよね。自分の強みを生かしていくために、先ほどの競合に負けないためにどこを切り出していくかというのを決めるわけです。例えば僕だったらウェブマーケティングという広い括りの中でできることがたくさんあります。例えば Twitter の運用、ブログの運用、 Instagram の運用、オンラインサロンの運用、 YouTube の運用、これだけできることがあります。なんですが、競合を見た時に、例えば Twitter だったら僕の実績だったらなかなか説得力にちょっと欠けるなとか、ブログも僕すごい得意なんですけれども、すごい有名な人がたくさんいたりするので、 YouTubeのプラットフォームで正面で戦ったら負けてしまうかなというのがある。その代わりインスタグラムとかオンラインサロンのノウハウだったら、他に出してる人よりも僕の方が実績もある、そして僕の方が価値あるノウハウを提供できると踏んでいるから、僕のチャンネルはインスタとオンラインサロンの動画の本数が多いわけです。そして実際その動画っていうのは再生回数が高いのも多いです。 YouTube の運用については僕も詳しい知識はたくさんあるんですけども、やはり実績をすごい出してる方がいるので、そこの知名度には勝てないなと思ってるからそんなに多く出してないわけですね。でもスマホでの YouTube のやり方については、僕もそこを出しても勝負できるなと思ってるから、スマホの YouTube のやり方は結構動画何個か作ってるわけですね。で実際そこの動画からのチャンネル登録数っていうのは結構多いんですね。ですのでこの 3C 分析をやることによって、自分はどこで勝負をしたらいいか、どういう方向性でやればいいのかというのが見えたから、今のチャンネルの伸びがあるわけです。まあ、一番の目的は僕はそこから仕事につながっていくというところなんですけども、仕事にもすごいつながっているという結果が出ています。でこれはなんで出たのかというと、 3C 分析をちゃんと事前にやっているからなんですね。ですのであなたも今のやり方をあなたのビジネスやあなたの YouTube に置き換えて、この 3C 分析ぜひやってみてください。 3C 分析ができると、これを踏まえて適切なポジショニングができます。適切なポジショニングができると、売り込まなくても売れるようになります。売り込まなくても人が集まるようになります。そして事業主の悩みベスト1、2である集客や売上の不安から解放される、これがマーケティングです。ということで今日はマーケティングの基礎講座ということでお伝えしました。ぜひマーケティング実践してあなたの仕事に活かしていただければ幸いです。ちょっと自分だけだったら難しいなという場合は、概要欄から僕のサービス申し込んでいただければ、マーケティングのお手伝いできますので、ここも見てください。ということで今日は以上になりますが、今後もこういったビジネスに役立つ情報やウェブの発信の方法など最新情報も交えてお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。今日は見てくれてありがとう。バイバイ。